ばんは。くしゃんとまおです。よろしくお願いします。本日は、はい、私が持っているニットを全て紹介したいと思います。はい、おー、はい、顔映んないぐらい映ってますかね。あるじゃないですか。どうなんですかね。と同じメーカーのものが数点ございますので、まあ、メーカー自体はそれほど多くはないです。あと全て本日紹介するのはイギリス産のニットとなります。まあ、ちょっと今っぽいデザインの日本のメーカーのニットや見た目が美しいあのイタリア産ニットのようなものではなくて、質実剛健なもう昔からの製法を用いて伝統的な雰囲気が漂うニットばかりです。英国のニットはイタリアのものと比べるとちょっと素やな雰囲気もありますので、アメカシとかアメトラのアメリカっぽいアイテムとも調和しやすいと思います。はい、ローゲージのとかすごい合いそうです、ね。ああ、そうですね。あと本日全部で6つのブランドを紹介するんですけども、ジョンスメドレーニットだけかなり長くなってしまうので、前半の動画ではジョンスメドレーで、後半の動画ではその他の5つのニットブランドを紹介したいと思います。ですのでちょっと本日はジョンスメドレーだけの紹介となります。一つだけ買えみたいに思われた方もいらっしゃると思いますし、こんだけあってね、そうなんですよ。すごく有名なブランドなんで、ちょっと今更感もあるし、紹介するのも恐れ多いぐらいもうビッグネームのブランドなんですけども、改めてこのジョンスメドレーについてもうお話ししたいんですよね。なぜちょっとねジョンスメドレーだけそんなに長くなってしまうのかというと、やっぱりこのニットにはもう魂がこもってるんです。魂を感じるニットなんですよ。本当に創業して230年以上経つのに、その230年分のもう伝統、あと技術、理念がもう全てこのニットには乗っかってきてるんですね。この動画を最後まで見ていただければもう納得していただけるかと思います。これこそがものづくりの理想であり原点だなと思っていただけるかと思います。はい、前置きが長くなりましたが本題へ進みます。私が所有しているジョンスメドレーニットはシーアイランドコットンの30ゲージの、まあ、シルバーですね、お色は、とメリノウールの24ゲージのネイビーです。こっちはコットンでこっちはウール、ウールですね。でこっちは24ゲージで、はい、こっちが30ゲージ。ゲージっていうのはちなみに、ゲージっていうのは1インチあたりにあの何回針を刺したかっていう数字がゲージなんですけども、はい、1インチ、まあ、2.4 センチぐらいでしたっけ、はい、1インチってこれぐらいの中で何回針を刺したか、はい、でこれは、24ゲージなんで24回針を刺した、でこれは、30回針を刺した、すごい技術なんです ね、 ですね。ハイゲージニットってよく言うじゃないですか、はその1日の中に12回以上針を刺したものを、ハイゲージニットと言います。例えばこのローゲージのニット、はい、もうこの分厚いざっくりした感じのニット、これは、太い糸を使って、まあ、8回か9回ぐらいですかね、だから全然違うじゃないですか。そうですね、はい、きめ細かさという、はい、肌触りとかもやっぱ全然違いますね。そうですね、だから12ゲージでハイゲージと呼ばれるのに24と30ですから、もう倍以上とんでもない技術が必要になるんですね。ジョンスメドレーは1784年創業のイギリスの老舗ファクトリーブランドです。今でも職人さんがもう昔ながらの製法で、昔と変わらない世界最古の製造工場で高品質なニットを作っています。2世紀の歴史がございます。この2世紀ずっと一度系でやられてるんですね。で当然英国王室御用達です。そしてこのジョンスメドレーが、2代目の頃ですね、ジョン2世さんが2つの方針を掲げるんですけども、この2つの方針が製品の原料は最上級の品質のものを使うこと、もう一つが製品を製造する全ての工程は一貫して自社で行うこと、この2点なんですけども、はい、今の時代もうものづくりにおいてもうこれらは理想じゃないですか。そうですね、はい、まさにもう僕の考えた最強のものづくりみたいな、はい、感じじゃないですか、はい、そうですね、ひらがなで最強っていう感じですね。そう、最強のものづくり、まあ、それができれば理想だけど、まあ、大人の社会はまあ甘くないし、はい、まあ、コスト下げるために工場を海外に作ったりとか、素材もなるべく安い方に、ね、発注したりとかするじゃないですか、はい、この2つの方針が掲げられたのがまあ200年前ですよね、はいはい、この方針が現代社会で通用するはずがないですね。そう、おっしゃる通りですね大きい会社だし、はい、ジョンスメドレーもうだってビジネスですからね。そうなんです、お金儲けのためにやっているのにもうそんなんがもう200年前の話がね、そうなんですよ、通用するわけがない。ただこの2つの方針、はい、もう200年経った今でも大切に受け継がれています。いいリアクション、微妙っすかこれわざとらしいかな200年経ってなおもう先祖の方針を貫き通してるんですよ、はい、すごいですね、はい、まず最上級の原料についてちょっとお話をいたします。あのジョンスメドレーニットといえばメリノウールとシーアイランドコットン、この2つが代表的な素材です。シーアイランドコットンは最高級の天然素材で、はい、栽培があの非常に困難だったことから、エリザベス女王1世が門外不出にして、はい、もう昔はなんか王族しか用いることができなかったそうです、はい、これ触っていただけると分かると思うんですけど、はい、まあ、このシルクのような、そうですね、はい、なんかツルツルですよね。そうなんですよ、はい、ちょっとカシミヤのような肌触りですし、はい、シルクのような光沢感みたいな、はい、
トンっていう感じはしないんですよね。そうなんですよ。すごい気持ちいいですよね。気持ちいいですね。触っていて着れば当然ね、肌触りもすごいいいし、軽くて着心地が非常にいいです、うん、そしてこちらはメリノウール、羊毛の中でもう最高品質と言われているのがこちらのメリノウールです。ジョンスメドレーがあのオーストラリアの牧場と直接契約をしていて、自社で徹底的に羊の管理とか育成にこだわってやってるんです、はい、羊一頭一頭に名前をつけてるらしくて、はい、名前までつけてるんですよ。で大切に育ててるんです、はい、ジョンスメドレーが管理して、はい、次にこのジョンスメドレーのクラフトマンシップについてちょっとお話ししたいんですけども、こちらはジョンスメドレーのホームページから抜粋したものをちょっと読み上げさせていただきます、はい、ファッションは使い捨てになっていくように思われる、ただ私たちはトレンドを超え、クラフトマンシップが永久に続くニットウェアを作るために存在する。こういうのを掲げているだけで言うだけの企業は多くあると思います。心当たりありますか？まあちょっと理念が一人歩きしちゃってるなって思うところとかもなくはないですね。自分の会社の悪口ですか？いや全然違いますまあ言ってるだけじゃなくて、もう品質にその職人魂といえるものづくりが形として現れてるんですね。先ほど述べた素材のこだわりもそうですが、もう方針通りジョンスメドレーはもう紡績から羊の飼育まで、はい、何から何まで全て自社で行ってるんですね。そしてこれらのニットは原材料から1枚完成させるのになんと1年かかります、はい、長いですね。そうなんですよ。最古の工場で、まあ、もちろんハイテクの機械とかは導入してはいるんですけども、はい、兄貴も1960年代からのものをもう今でも使用して編んでおります、はい、ジーンズみたいな感じなんですね。あ、そうです。旧式の歴兄貴が違うと全然違うんですかね。そうですね。そして世界最古の工場に行ったじゃないですか、はい、もう230年間ずっとそこで作り続けてるんですけども、それがリーミルズ村っていうところにあるんですけども、まあ、200年以上場所が変わってない理由としては、そこの土地の水がいいからっていう理由もあります。水からこだわってたんですね。そうなんですよ、はい、ニットにおいてすごい水は大事らしくて、コットンやウールの糸の染色にこの地の水を使用することによって、はい、独特な深みのある色合いと柔らかな肌触りを、はい、実現できてるんですね。この水のおかげでいい感じの色になるじゃないですか、はい、英国産のニットってなんかいい色味だなみたいなのが結構豊富にあったりとかして、さらに首周りのカットとか襟とか、はい、袖付け、このパーツ、はい、をつける作業は全て職人さんが手作業で行っております。でジョンスメドレーは家族経営なんですけども、はい、創業からずっとね、後継がいなかった場合はそのいとこが継いだりとかもしてるみたいなんですけども、工場の職人さんたち自身も昔の職人さんたちの子孫が今でもたくさん、はい、職人をやられてるらしくて、もうしっかりと師弟関係を結んで、はい、ものづくりの技術と伝統を大切に引き継いでおります。まさにこれこそが本来のものづくりなのではないかなと思うんですよね。もう理想形というか、ものづくりってこうあるべきだなということを再認識させてくれると言いますか、まあ、もちろんねものづくりが全てこうあるべきとまでは言いませんし、はい、まあ妥協もね必要な部分も、ね、たくさんあると思います。ビジネスですしね。そうなんですよね。ですがもう決して安い価格ではないんですけど、ジョンスメドレーのニットはもう本当に適正な価格とも言えますね。もう正直パッと見ユニクロのニットも似たようなものはあるじゃないですか、うん、まあ、もちろんユニクロのニットも数千円という価格で品質っていうのはもう本当にすごいことですし、まあ尊敬すべき企業努力です、まあ、けれどジョンスメドレーの素材のこだわりとか職人さんの技術などに見合ったお給料と考えると、はい、決してこちらも高いニットだなとは思わないですね。1年かけて作るって、はい、トレンドだったらもう終わってるじゃないですか。そうですね。ちなみにザナなどのファストファッションはもう企画からデザイン制作してお店に並ぶまで3ヶ月で行うそうです。これくらいのスピード感がないと、はい、まあ、トレンドを供給できないからですね。かたやジョンスメドレーは折り始めてからも1年ですからね、はい、これらがもう世界中に英国王室からトム・クルーズさんやレオナルド・ディカプリオさんをはじめとするもう大スターたちが愛用している理由ではないかなと思います。これはもはや服というものを買ってるんではなくて、はい、230年の歴史と職人の思い、あとは文化を着ているっていう体験を買っていると言っても過言ではないですね。すごい、はい、今すごいいいなって思います本当ですか？ありがとうございます。もちろんそういうね、うんちくだけじゃなくて、まあ、自己満的なね、うんちくだけじゃなくて、もう品質はもう間違いなく本当にいいものです。見た目の美しさはもちろん、うん、もうこれもうどっちも何年も着ているものなんですけども、はい、まあ、毛玉とかはちょいちょいあるんですけど、他のニットに比べて比較的できにくいかなとは思います、はい、まあ、破れもなくまだまだ綺麗ですよね、はい、そうですね、はい、割とガシガシ着ています。パッと見とか、まあ、触った感じ、こう繊細というか、もうすぐ破れそうな感じはするんですけど、全然そんなね、破れとか汚れとかもね、もう本当にないですし、はい、洗濯機で洗っちゃってますし、はい、MR を使ってね、はいはい、
優しいものでなってるんですけども、それでも問題なくずっと長く着れております。そして何度も言いますか、着心地とか、はい、肌触りは本当にいいんで、そうですね、ぜひ一度着てみてほしいです、はいはい、多分一回触ったら本当赤ちゃんの肌みたいな感じでずっと触ってたくなる感じがします、はい、もちろんさっきちょっと言ったんですけど、繊細な生地は繊細な生地なんで、はい、長く使うためには洗濯方法などはちょっと気を使った方がいいですね。ガシガシ乾燥機とかかけない方がいいと思います、はい、ちゃんと裏返しにしてネットに入れて、はい、優しいモードでおしゃれ用洗剤 MR とか使って洗うのはいいかと思います。あとね、これ薄いんですけど、はい、意外とあったかいです、まあ、こっちはコットンで、春夏の素材なんですけども、こっちのメリノウールは意外とあったかいんですよ、まあ、ローゲージの分厚いニットに比べると当然まあ保温性は劣りますけども、低価格のなんかニットとはもう比べ物にならないくらい暖かさがあります、まあ、結構ねスタイリッシュな見た目なんで、コーデはまあスーツや上品なのスタイルにはもちろん、はい、このバウアーとかね、はい、まあ、こういったツイードジャケットの英国カントリーのタフなアイテムとも相性が非常にいいです。そういうやぼったさを払拭してくれるというか、まあ、スッキリした印象にしてくれますね。持っているのはこの丸首のニットのものなんですけども、まあ、カーディガンも欲しいんですよ。カーディガンとかいいですね、はい、まあ、ちょっとお値段は高いので、はい、今はちょっと我慢してるんですけども、まあ、色はまあネイビーとかシルバーとかベージュのあたりがまあまず揃えるべき定番かなと思いますね。はい、ちょっと熱くなってジョンスメドレーだけ長くなってしまったんですけども、はいはい、次から5つのブランドはサクサク紹介していきます。次回に紹介するニットも、もちろんこだわりとか歴史をすごい感じるニットなんですけども、まあ、ただ毎回熱くなるわけにはいかないんで、はい、まあ、ちょっと端折りながら説明していきます。ぜひ次回も見てください、はい、このチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しております。もし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねコメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。